さん、朝早くからありがとうございます。おはようございます。おはようございます。あ、皆さん早起きありがとうございます。こんな早いのにやばい、めっちゃあのめっちゃ眠いです。やばい、眠たい。皆さんは眠くないですか？リアルなんですこれ。やばい。まあでも元気です。はい、眠いですか？あ、なっちさん、くまありがとうございます。うん、え、あれですよね、今日 あの私朝から配信初めてじゃないですか？多分は初めてですよね。ペンギンヒップさん、まだ布団の中です。え、いいなぁ。でも今日布団で配信すればよかった。え、すごい、6時から起きてるんですね、すごい。でもめっちゃ今日目充血してて、なんか お化けみたい、めっちゃ目充血しててお化けみたいになってるんですけど、そう、はい。え、早っ、ステルスさん4時に起きたんですか？うん、今日は何かあるんですか？そう、今日はなんとね、そのアンレームで、そのあのバズリズムさんのコンサートに出演、あのオープニングアクトで出演させていただくので、それです、その本番です、今日は。え、本番？そうだね。はあ、頑張ります。あ、ゆうさん、最近ゆういちが気になってます。え、本当ですか？気になってください。気になってください。お、関根さん、11月8日の公演当たったよ。ありがとう。ありがとうじゃなくて、よかった。声が出ない。よかった。よかったです。よかった。嬉しい。皆さん、そう、ちょっと、元気に頑張ります。朝弱い方ですか？朝ね、でも結構弱いかも。なんかね、あんまり朝の記憶ないんですよ。あんまり夕方になると朝の記憶ないんで、多分ほぼ寝ぼけてますね。あ、修行さん、あ、またこの前と同じ方、漢字、またごめんなさい、よろしくお願いします。ハートありがとうございます。今日は何時に起きましたか？今日はもう本当に何時に起きたっけ、6時55分ぐらい。だからね、本当にもうあの起きてから20分も経ってないです、今。でも本当にガチの寝起き配信になっちゃった。まあいっか。声が、多分半分、なんか頭のこっちからこっちは今寝てるんです。こう、あの頭からこっちからこっちは寝てるんで、そう、ちょっとね、眠たい。あ、そっか、イルカって半分で寝るのか、すごい。
ウインクウインクみたいですか今日は何時に寝たの？昨日はめっちゃ遅かった。ゆい珍しく昨日めっちゃ遅くて、何時寝たっけ。昨日は2時半とか、あ、2時半は違うか、1時45分ぐらいに寝ました。みつ、昨日はね、家で夜遅くあのアンレイムのダンス練習をしてて、そうちょっとでもめっちゃみんなで頑張りました。今日ドボンやりますかって、今日はです、今日はドボンやります。どうしようかな、これ終わったらやろうかな。ドボン、まゆさん眠あまゆさんありがとうございます。わざわざ早起きしてくださって嬉しいです、ありがとうございます。うーん、いつも早い時で寝るの？でもこの前めっちゃ早い時があって、何時だっけ、夕方の7時から7時に寝たんですよ。なんかリビングで寝落ちしちゃってて、あの、こん、ひ、あ、あの夜の7時に寝てて、で目覚め、一回目覚めたら夜の11時だったんですけど、そっからなんかまた寝ちゃって、でそっから次起きたら朝の7時でした。やばくないですか、もうほぼもうだから実質夜の7時から朝の7時、でもずっと寝てた寝てて、もう本当に最近ねよく寝るんです。そう、半日、え、半日寝てます。エビさん、初見、あ、カニカニありがとうございます。そう、寝ないともう身長伸びないのに、寝たい寝たいよ。身長ど、身長どれだけ、身長、身長は、身長、身長はね、何センチがいいかな、なんだろう、なんか寝起きでさ、あの数字も思い出せなくなってきた数字が、なんでしょう、なんだろう、100、70ぐらいかなちょっとね、ひなのは抜かしたいです。そう、もう約160センチなんですよ、もうもう160。そうなんです。ジョエルさん、おはようございます。おはようございます、朝早くありがとうございますパルちゃんさ、170は大きい。ええ170、あ、まあまあ高いか、ちょっと低めに165とか166くらいは行きたい、行きたいです。あと10年後どうなっているのか、10年後皆さんに私の身長をお見せします。ぜひ、え、楽しみ、普通にもう160センチってことにしてきます。約、やばい、なんか朝配信だからさ、めっちゃさ新鮮でさ嬉しい今更嬉しい。えのりんさん、ゆいちおはよう、おはようございます。皆さん今日朝ごはん食べましたか？朝ごはんをまだですか？あ、さっき起きたわあ、もうありがとうございます、本当に。あ、今食べてるんですか？嬉しい、ありがとうございます。これから食パン焼きます。おお、いいですね。朝にラーメン、いやでも全然、あのお腹が空いてればいくらでもいつでも食べれるので。あとでソーセージかじります。お、
いいね、いいです、美味しそう。あ、ユンユンさん10ありがとうございます。あ、ま、すごいなんかまだ布団の中の方がたくさんいますねいますね。やばい、なんかあれです。あ、長崎県民さん仕事行ってきます。ゆいちも頑張ってね、またね。はあ、仕事頑張ってください、応援してます。いってらっしゃいいってらっしゃい。え、なんか本当になんか今日すっごい眠たい。え、今日すっごく眠たいです。なんでだ。まあ、昨日そりゃ2時1時くらい寝たので眠たいか。え、あの、え、もう今本当にね、数学とか国語の漢字勉強とか始めたら絶対何も頭出てこない数字、さっき身長言う時も数字もちょっと危うかったんです。そう、今日ドボンやりますか。今日もうあれですよ、配信終わったらドボンやります。皆さんもぜひドボンお願いします。イベント頑張ってください、ありがとうございます。星健さん今横になったらすぐ眠れますか。え、多分こう横に寝るじゃないですか。横に寝たら多分もうすぐ寝ると思います。あ、皆さんおやすみなさい、皆さんおやすみなさい。でもうこれで終わりですまだ私の頭の中は爆睡状態ですけども頑張ります。あ、ゆいちさん、ゆいちおはよう、おはよう。じゃあ寝ながら配信しますか。寝ながら配信寝ながら配信と本当に寝落ち配信、いや本当に今寝落ち配信しそう今めっちゃもうほぼ寝落ち配信、ギリギリ寝言配信やばいこと言っちゃいそう、なんか意味わかんないこと言ってさ、やばい怖い。確かになんか二度寝してあのお仕事、確かに寝落ちっていうよりかは今気絶ですね私。もう本当に横になったら気絶しそうです今。スクワットしたら目が覚める、スクワットしたら目覚める、すごい、してみよう。あ、アミさん初めまして、初めありがとうございます。夢にメンバー出てきたことある？夢にあります。でもね、18期もみんな登場してるから夢の内容ももう忘れちゃった。うん、眠たいけど元気。昨日サイリウム振りました。え、本当ですか嬉しい。なんか昨日あれ、あのファンクラブイベントの時にアンダイムのすごいあのあれですね、なんだっけあれ、あのファンユイのペンライトカラーもあれです、あの何人かやってくださったので嬉しいです。昨日のこと今覚えてますか。覚えてます。あ、待って、なんだか目が覚めてきた。いや、皆さん褒めてください。目覚めました、大体。ちょっと今記憶が取り戻せてきました。おはようございます。おはようございます。よし。あれ、パチパチ。突然目覚めました。突然。おはようございます。もう今おはようございますです。あー。やばい、めっちゃ今なんか
元気出ました。もういつものゆいです。なんか急に覚醒した。なんかめっちゃ今眠くないわけではないけど、え、すごい、朝5時から筋トレして、え、すごっ。え、今度私も朝5時配信していいですか？3時間も本当に配信したすぎていいですか？朝5時え、朝5時から3時間だから朝の8時まで。え、今日しようか迷ったんですよ、朝の5時から。だけどなんか起きれる気が全くしなくて、よかった、この時間ちょうど楽しいあ、今から、なるほど、今から筋トレをやるんですね。え、雷鳴ってましたか昨日？あー、嘘、私んとこ鳴ってなかった。よし、ちょっと元気です。あ、なんかなんだか元気になった。なんかもう、うん、元気になりました。やった、もういつものゆいです。いつものゆいですはい、もうちゃんと頭しっかりしてるんで、皆さん何度も聞いてください。もう今はもうしっかりゆいちです。急、なんか急にね、起きたって思いました。急になんか、あ、え、今起きたっていう感覚になった今日すっぴんですか？そう、今日すっぴんなんですよ。もう寝起き、まあちょっとカラコンはやってるんですけど、まああとは何にもやってないです。さっき話したこと覚えてますか？さっき話したこと覚えてないですえ、待って、さっきのゆい覚えてない。え、皆さん、ゆい、さっき何言ってました？なんか、え、覚えてないえ、覚えてないです。覚醒する前何言ってたか忘れましたやばい、何言ってたんだろう、ゆい。なんか身長の話してたっけ？あれ、身長は165センチ欲しい。やばい、もうやばい、怖い、本当に怖くなってきた。やばい、デュークさん、おはよう、おはよう、おはようございます。はあ、そう、あれ、そう、数字、あ、そっかそっか、数字が思い出せない。そうだ、吉文さん、ゆいちお腹空いてきた。お腹空いてきました。もうお腹空いてます。ちょっと、そう、本当にね、朝5時から、え、なんか本当はなんか今日のスケジュールでなんかあんまりそのドボンができないから、5時から6時までドボンやって、でそこから6時からあの7時までこのショールームしようって思ったんですよ。だけどもう気づけばもう6時になっちゃってて、だからちょっと移動中にドボンやりたいのってやりたいと思います。あ、ゆきさん、今日横浜アリーナ行くんですか？わー、嬉しい、待ってます。ぜひゆいのこと見つけてください。一日何食食べるの？一日、あ、一日でも何食、10食ぐらい食べちゃうかも10食は違うか、うん、何食、5食ぐらいと、多分3食ではないですね。なんか3食だけど、なんか間食が間に食食べるって書くんですけど、あ、そうだ、ドボンは6時からか。
そう、常に食べてます、イエーイ昨日の、あ、昨日ね、あのクラ、あのアンレイユのファンクラブイベントで、あの倉野成美さんがね、もうすぐで誕生日なのでケーキのサプライズやったんですけど、終わった後にね、あの美味しくいただきました。ちょっとね、食べ過ぎちゃったかも。すごいね、みんなが話してる間にゆいがパクパク食べるから、さえに待ってよゆいって言われました。待って、ちょっと一回落ち着いてみたいな一回ゆいさ、落ち着いてって言われました。もう本当にもうなんかもう無理しなくていいからみたいな。なんか本当にさ、あのさ、サプライズさ、ケーキが出てきたらもう本当にケーキにしか目がいかないから、本当にもうやばいです。自分の誕生日をお祝いされたら多分その場で食べます、絶対に。多分私、いい、私が、え、サプライズですかって言ってケーキ来るじゃないですか、もう机に置く前に、あ、美味しいってなってます、多分結構我慢するのきついです。確かに、まあ倉野さんもちろん祝ったんですけど、あのケーキのオーラがすごすぎてえ、ケーキばかり見てました。なんかもうなんか時々無意識にねケーキ見てます岩友さん、お、岩友さん、おはよう、おはよう。でもね、昨日はケーキは、なんだろう、ケーキでもこの前のね、え、でもそんなに、なんか中のスポンジケーキみたいなとこは食べなかったんですよ。だけど、あのなんか外側についてある、なんか白いなんか四角のなんか形をしたやつあって、それがなんかホワイトチョコレートで、それをパクパク食べましたそうです、そう、本能的に食べ物に目がいっちゃうんです。今日は何時までしますか。今日は8時15分までやります。8時半までにすればよかったです。お、今朝ごはん中、食べながら、見ながら食べてます。あ、なるほど。え、じゃあゆいもちょっと食べてるシチュエーションにしとこう。生ハゲさん、おはよう、おはようございます。わ、待って、だんだんなんか配信時間が増えてきたら、うん、何食べてるの。これはラーメンです。食リポお願いします。食リポ、はいはい、皆さん見てください、こちらのラーメン。本当にね、コクがもうすごいねコクがあって、なんかもうね、もうちょっと待ってください元気です。これは豚骨ラーメンです。握手してください。あ、レクサーさん、おはよう、おはようございます。あ、そうだ、忘れてた、あれだ、あれ、明日花屋敷ですよね、浅草の、知ったかぶりの。あ、そうだそうだ、明日は皆さん花屋敷があります、めっちゃ楽しみです。うわ、明日そうだ、花屋敷だったそう、明日ね、遠足、もう私はなんかちょっとだけね内容してるんですけど、めっちゃ楽しそうでした、ワクワクって感じ。めっちゃ、そう、お菓子ね、お菓子配る、お菓子とかなんかいろんなこと
あったらしいんですよ。お菓子たくさん明日食べさせてあげます。え、本当ですか？嬉しい、ありがとうございます。食べさせてください。浅草、バナナはお菓子に入りますか？バナナ、バナナは果物ですよ多分。確かに唯一イコールお菓子ですね今。ベビースターラーメン好き？あ、ベビースターラーメン好きです。私昨日も食べました。あの赤のレギュラーのやつ食べました。美味しかった。おやつは何円分持ってく？もう持っていけるなら1万円とか持っていきたい。 1万円ぐらい。うどんは飲み物ですか？飲み物です。うどんはもうピュって口に入れたらゴクっていきます。もしラーメンとお菓子が崖から落ちそうになってたら。ラーメンとお菓子、ラーメンとお菓子があのもし崖でああってなってて、どっちかしか助けれないってなったらどっちだろう。もしラーメンとお菓子が崖で崖で引っかかってて、取るなら、確かに量によります。なんだろう、でもラーメン、でもお菓子って、どうだろう。やっぱりちょっとそう究極の選択に、究極の二択。どうだろう。でもちょっと迷う。何のお菓子かにもよる。あ、はあ、待って、ミラーボール来た、ミラーボール来た。最近なんかあんま癖強いダンス、あ、アズダンス、アズダンスしてる。ミラーボールは、あ、ゆいちさん、ミラーボールありがとうございます。楽しかった、踊るの。なんかじゃあ、崖から本当に迷う、どうしよう。多分でもゆいだったら、それが本当に現実になったら、まあ、とりあえずまずはラーメンを崖から落ちないように手伝って、それでお菓子は、お菓子はね、どうしよう。お菓子本当に真剣にめっちゃ迷っちゃう。どうしよう。そうですね。お菓子は、そう、どこかしら、あの、下まで降りて、そう、いろんな道通って、確かになんか先にお菓子落ちてくるのを崖の下で待つのもありです。そう、もうどうしても両方取りたい。結果両方です。そう、全部回収します。あ、ゆいちさん、認知ください。認知してますよ。ゆいちさん、わかります。新曲のラップうまくいったんですか？そう、なんとね、あのアンレイムになっちゃうんですけど、真夜中の微熱が、そう、なんとゆいの
あのキュンキュンシーンもあったりして、皆さんぜひ聞いてください。そう、とりあえずね、とりあえずちょっとまたラーメンに戻るんですけどとりあえずラーメン食べて、お菓子は崖の下で取るにしよう。それがいいや。よいしょ。あ、そう、今日なんか本当に今日のあのあれバズリズムめっちゃ緊張します。皆さんなんかコメントで励ましてください本当にちょっと頑張ります、ちょっと頑張ります。そう、本当にね、なんかもしかしたらね、あんなすごい方とあのちょっとお話しする機会もあるかもしれない。あ、ミラーボール、あえてこうモデル風にしてみるありがとうございます。あ、コージ山本さん、ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。あれだっけ、配信から何分経ちましたか？30分ぐらいか。今緊張何パーセントくらい？緊張はね、80ぐらい、リアルに80ぐらいです今。なんでしょう、80なんですよね。テラさん、ミラーボールは踊るルールなんですね。いや、私なんかね、ミラーボールが来るとね、踊りたくなっちゃうんですよ。ほいほいさん、キラ星投げました、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、なんかね、最近またあの武道館コンサートみたいに結構レッスンがね続いてるので、またあのいくらねお菓子食べても太らない現象が起きてるはずです。でも武道館もめちゃくちゃ緊張したので、今日やばいです。多分今日はね結構あるので、結構なね尺があります。お菓子たくさん、ちょっと本番前に怒られてもいいんで食べます。そう、あのね、なんかいっぱい食べてるとね、本当に身長が伸びてくれて嬉しい。ちょっと皆さん、それはご期待で、ありがとうございます。あ、そうだ、あれですよね、8時から久保ひなの、安定の久保ひなのもね配信します。久保ひなのさんも、あ、じゃあ8時じゃない、あ、違うか、あれ、あ、そうだそうだ、はあ、よいしょ。ゆいち元気になりましたか？元気です、めっちゃ元気。うん、ゆいちょ、お手紙何色がいいですか？お手紙、お手紙は、もうゆいちさんの好きな色でお願いします。嬉しいです。てかあれですよね、今すっごい あずとさ、ゆめみとゆなさ配信してますよね。ゆいも頑張りたいんですよ、ゆいもやりたい。私もやりたいです、すごく。8時から大激戦わあ、ゆいもやりたいだな。すごい、しかもさ、めっちゃさ時間区切ってやってますよね、すごい。あ、ピーちゃんさん、そろそろお出かけの準備する、いってらっしゃい。
ファイヤーさん、お手紙ありがとうございます。かわいい。そうだ、今日私、そうだ、なんか8時15分っていうの忘れてた。夜だとゆいちは最高何時までなの？最高はね、ゆい8時までなんですよそう、8時まで。だからちょっと、でも来年はどうだろう、10時までになるのかもしれない。ナーラブさん、おはようございます。おはようございます。そうだ、今日あれ8時15分までやります。そう、あのね、ショールームは9時までじゃないんですよ多分。はあ、すごい。皆さんも、あ、そうだ、そういえば11月8日公演ですよね。なんとすごい。しかも久々の18期公演です。皆さんどうですか、来てくださいますか。あ、星健さん、パン焼けたから見ながらご飯食べる。お、いってらっしゃい。あ、妖怪行くよって、やった、嬉しい。お、すごい当たりましたの方が多い。いや嬉しい。あ、ふふふ、ごきょん、よいしょ。あ、そうだ、平日だね。しかも多分ちょうど蔵野さんのお誕生日の時かな、違うか。でもなんかぜひね、落選した方も次の機会に来てくださったら嬉しいです。ゆいのこと見つけてください。ちょっとね、純愛とか、あとはね、だるい感じとかちょっと頑張りたいと思います。久々に公演やるから、そう、間違えてさ、アンレイムのダンスを踊りそうです。間違えてさ、なんか踊っちゃいそう。うわー、ああ、とランク13位まで109,840 え、すごい、すごい数字、なんか上がりました、数字。そう、純愛のクレッシェンドもちょっと頑張りたいと思います。どうします、一人でなんかだるい感じでさ、全てがだるい感じの時に純愛のクレッシェンド、あ、じゃあ待ち、 IMI の全てがだるい感じとかやってたなんか本当にそのぐらいね、最近自然に出るぐらいね、レッスンも。お、トムヤさん、おはようございます。おはようございます。あ、あー、ナーラブさん、クマありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。制服が邪魔をするの、落ちサビ前のダンス、あ、あそこ好き、なんかくにゃくにゃってやります。なんか最近ね、結構レッスンやってるので、ちょっと18期では一番上手くなるように頑張りたいと思います。結構ね、バキバキに頑張ります。あ、オレンジさん、おはようございます。おはようございます。え、皆さん次回、でも5時はきついですよね、ショールームは。でもね、3時間やりたいんですよ本当は。はい、皆さん、あ、ヒロさん、クマありがとうございます。
ヨッシーさんハートありがとう。リュウタロウマンマンさん10ありがとうございます。そしてあ、いいんですか。はい、あーすごいミラーボール、あちょっと待って、ミラーボール触ってみたい衝動、こっちで合ってますか。あーあ終わった。朝5時配信どうですかね。ママちょ、あちょっと聞かん、こっちか、こっちなんだ、やばい。大丈夫ですよ。はい。いや、私じゃないですよ。やばいな。え、5時でも大丈夫ですか、皆さん。早いですか ?5 時。私、ママじゃないですよ。エヴァ、待って、今めっちゃ倒れたんですけど。え?めっちゃ今眠りそうだった。危ない。やばいです。めっちゃ今眠りそうでした。え、じゃあ今度朝5時配信したいです。ぜひ朝5時からまず6時までして、次6時半から9時半じゃないやってさすがにちょっとあれですか、スパルタすぎます、スパルタすぎますかね。でもゆいがめっちゃ遅刻しちゃうかもしれないです。途中でそう、ゆい寝ちゃうかもしれない。ゆい途中で寝ちゃうかも。わ、もうてか今日もね、すごいゆいのために早起きしてくださって嬉しい。多分5時に配信始めたら、ちょっと一回再現してみますね。皆さんもちょっとコメントお願いします。あ、皆さんおはようございます。あ、皆さん、おやすみなさい。あ、皆さんおはようございます。皆さん私の朝ごはんはたこ焼きです。おはようございます。あ、起きました。あ、皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。私の朝ごはんはラーメンです。皆さんおはようございますってなってそう。これさ、今ちょっとあれ再現でしたけど、こんななってそう。朝5時にやったら、あ、皆さん、あ、まあ、あ、あ、あってなってそう。もうでもね、皆さんが起きてって言ったので起きました。もう5時でも、そういう家見てください、ぜひ。ちょっとまあぜひね。でもそれでさ、逆にさ、5時に配信したら頭回りそう。確かに気づいたら画面外にいそう。なんかじゃあ皆さんもう一回再現いきます。あ、皆さんおはようございます。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 あ、皆さん今日の朝ごはんはラーメンです。はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。本当におはようございます。来た。
確かに気づいたら気づいたら画面外にいそうですね。ゆいいますよここに。あ、高尾くんさんおはようございます。おはようございます。確かに明日試しに30分だけしてみる。いい、あと気づけばあと20分ぐらいしかない。早い早いよ。確かに、あ、明日花屋敷だからどうなんだろう、できるかな。え、3分以上画面外に行っちゃうと、切られちゃうんだ。確かにネモハモルーマー目覚ますために踊るのもありですね。今でもネモハモルーマー踊れちゃうかも。そうですね、ちょっとちゃんと映ってます。ともさんはじめまして。あ、はじめまして、おはようございます。あ、ミラーボール触りたい。触れてますか。ミラーボールやった、触れたはずきっと。あ、上次郎さんありがとうございます。ミラーボール踊らせていただきました。てつやさん、初見ですか？初見、ありがとうございます。よいしょ。ゆいちさん、やっほー、やっほー。ありがとうございます。あ、ちょっと待って、長い、なんだか長い。あ、終わったぜ。ありがとうございます、嬉しい。なんだ、あ、え、あ、待って、ナラブさん、あー、待って、ミラーボール3つ、やばい、ありがとうございます、嬉しいです。ありがとうございます。3つ、はあ、やったで。おはよう、み、あ、刈り上げくん起きた。確かにミラーボールで目覚めるので嬉しいですね。待って、あと何分だっけ。あと20分しかないです、配信の時間が。くー、ゆいちちゃん見てくると、見てるとお腹空いてくる。ぜひ食べてください。そう、5時配信の時のミラーボールの再現やってください。5時起きで5時配信のミラーボールは多分、ちょっと待って、はい、なんか多分ね、5時配信の時のミラーボールのゆいは あ、来た、どうしよう、ちょっと今5時配信やります。って感じそう。あ、終わった。わーい、あー、待って、じゃあもう一回ちょっと5時配信、あ、やばい、あー、待って、あ、すごいたくさんありがとう、あ、やばい、眠たい、あ、眠たい、あー
ごいミラーボールたくさんありがとうございます。あ、カブさんとナッチさんありがとうございます。嬉しいです。あ、メトロノームみたいちょっと再現特技にしようかな。再現の仕方めっちゃメトロノームメトロノームです。休暇お姉ちゃんと仲いいですか？え、めっちゃね、なんか最近急激に仲良くなって、なんかね、この前も初手を握りました。そのぐらい仲良くて、なんかでもなんか本当に先輩なんですけど、なんかお友達みたいな感じになってすごい優しいので、なんかもう最初なんか時々ね間違えて坂川さんって呼んじゃうんですけど、ひゆちゃんでいいよって言われます。もうあの大丈夫だから。でそれでなんかちょっとね皆さんにね伝えたいことがあるんですけど、今なんか坂川さんとねなんかユニット組もうみたいになってて、勝手に勝手にひゆさんとねあのユニット組もうってなってて、お題はその題名、その曲のね題名はサラダデリシャスっていうサラダデリシャスっていう曲を勝手に作、あのこの前ねもう本当に5分ぐらいで決めたんですよ、その題名をそう皆さん、しあの私たちの、私とひゆちゃんの、ひゆさんのコンビは、コンビレアなんていうんだ、曲はサラダデリシャスです。でこの前ねもうね1分ぐらいで振り決めたので、ちょっと皆さんに今日ね見ていただきたいです。いきます。はい皆さん、それでは改めまして AKB48 の山口ゆいと AKB48 のサラダです。サラダですね。坂川ひゆかです。それでは聞いてください。サラダデリシャス。サラダサラダデリシャスサラダって。やだ。待って、やれない。ちょっと待って。やばい、はずい。昨日ね振り固めたのに。まあ振り固めたのに。やばい。振り固めたのに。サラダサラダデリシャスサラダサラダデリシャスじゃデリシャスサラダデリシャスサラダサラダって美味しいねサラダサラダデリシャスあそう振りも固めてるんです。サラダサラダデリシャスサラダサラダデリシャス、あそうだ待って、振り思い出した。サラダサラダデリシャスサラダサラダデリシャス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 デリシャスサラダサラダって美味しいねうわもう本当にしかもこれは神曲でしかないですよ。で皆さんたくさん聴いてくださいえいつかさファンクラブイベントでさやりたいですね、このサラダデリシャス披露したい。もう歌詞は全部サラダとデリシャスあと美味しいねーぐらい。なんかあれなんですよ、練習の時とかもひゆさんと目が合ったら、あうちらサラダでデリシャスサラダデリシャスだねっていうぐらいの仲になりました。そうもね結構もうなんかお友達みたいな感覚でやってます。めっちゃ仲いいんですよ。やっぱなんか話しやすいし、すごいさすがだなと思いますね。皆さんぜひあのサラダデリシャスも押していただけると嬉しいです。デリシャスサラダか、皆さんもうねサラダの中なので。そうなんか一番昨日はあのねその
ユニット、昨日ねユニットが生まれたんですけど、そのユニットでそのデリシャスサラダっていう曲を振り入れしてる時が一番楽しい。ちょっとミラーボール来たのでデリシャス踊ります。サラダサラダデリシャスサラダサラダデリシャスサラダサラダサラダデリシャスデリシャスデリシャスサラダ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 って美味しいね。はい、ありがとうございます。はい、新曲披露させていただきました。ありがとうございます。やった、披露できた。トッチーさん、はじめまして。はじめまして。皆さん、その動画撮ったら見てくれますか？サラダダンス見てくれますか皆さん。なんか X とかでしたら、確かにカップリングはもうこれに決まりですね。もうもう動画見ます。やった。じゃあちょっとやってよかった。じゃあぜひ皆さん感想を私の動画にお願いします。確かに音源にしたら皆さん使ってください。もう仕事行く時も、例えばこっちに進むだけなら、サラダデリシャスサラダデリシャスサラダデリシャスみたいな、なんかもうずっとサラダデリシャスサラダデリシャスって移動してくれるとありがたいです。ちょっと流行らせたいです。よいしょよいしょ。そう、移動中もねデリシャスやってくださると嬉しいです。目覚まし目覚ましで使ってくれるんですか。え、そうですよね。サラダデリシャス中毒性ありますよね。なかなかサラダデリシャスサラダ、しかもね振り付けももうね、あの簡単なので皆さん、あとまあちょっと難しいかもしれないです。サラダデリシャスサラダデリシャスサラダサラダデリシャスデリシャスサラダデリシャスサラダデリシャスなんだっけ、もうこの音程だったか忘れた。ちょっとね、もしかしたら今、あ、ミラーボール、サラダサラダサラダあのあれで、ちょっと今仮でちょっとね、まあ、レコーディングもするかもしれないんで、もしかしたら見てくださったら嬉しいです本当にレコーディングしたいです。みんなでそう、あのお話し会の時とかに集まって動画撮りたいデリシャスサラダ。確かに少しアレンジするところは花先生にそうですね、皆さんぜひねお話し会も来てください。お願いします。でもね、ゆういちレーンサラダデリシャスで入っていく人いるから、でも私の大体のお話し会の方だと、なんかまずなんか結構ねすごい小栗さんとか、あの板野友美さんに似てるねっていう方も言ってくださる方もいて、あとはあのまたでもね一人ねすごい方いたんですよ。あのお名前は言えないんですけど、あのさゆういち、あのさサラダとデリシャスのコンビの曲絶対いいと思うよみたいな言ってくださったんですよ。え、確かにって思ったら今実現できました。そう、なんともう振りも作りましたよ皆さん。で今日もねあのねサラダに会うのでもうサラダって呼びたくなっちゃう、失礼だけど、サラダにね、サラダさんに会うので、ちょっとあの今日振り入れできたら時間が合えばね振りをしたいと思います。そう、あ、そう、んで、サラダデリシャスの衣装は何ですか。
やっぱ衣装もプロデュースしないと。あ、サラダ皆さん押してください。サラダデリシャス。ちょっとアズも混ぜて。確かにオープニングアクトでね、あのしかもユニットっていい、よくいいの、ユニットっていうのがまたいいんですよね。これがうん、あ、ユニット名の候補、やっぱりなんか衣装はね、そう、なんか野菜シスターズのね、なんかさえのトマトも可愛かったよね。あ、トマトじゃないよ、トマトも可愛かったけど、おはようが可愛い。おはよう、可愛い。おはよう。やっぱり でもちょっとね、やっぱプロデュースしたいので、なんか緑のワンピースにトマトとキャベツとラーメンがついてる。そう、なんかサラダ山口いいね。サラダ山口いいです。だからそう、私はもうラーメンは意地でも忘れないので、そうラーメンはね、いつでも食べれます。そういつでもいつでもではないけど、目覚めました、すっごい。そうね、皆さんもぜひ衣装を楽しみにしてください。あのさ、ファンミーティングの時、もしかしたらオープニングアクトでなんとユニット披露かも分かんないですよ。分かんないんですけど、確かに。それでもしで最後ラッサビぐらいになったら、かき氷の衣装を着たなるさんが出てくるんですよね。かき氷の形をしたなるさんが出てきちゃうかもしれないですし、はいね、楽しみですね。あのなるさんとひゆさんと、まあひゆさんもあのデリシャス山口という、サラダデリシャスっていう曲も作ったので、楽しみ。替え玉ポーズ作ってください。替え玉ポーズは片方でしょ。でもすごい本当にね、かき氷倉野さんのなんか本当にあれですよね、なんかなんて言うんだっけ、なんかなんかあれ、あのなんだっけあのなんて言うとしたっけ、あ、そう、かき氷の知識がすごいです。昨日のねファンミーティングでも言ってたんですけど、すごいと思った本当に。やばい、あと5分だ、あと5分、よいしょ、よし。かき氷のね、そうガイドブックさんみたい。そう、爆発してましたね、爆発。そう、はい、じゃあランキングを読もうと思います。じゃあいきます。13位からいきます。13位、上次郎さんありがとうございます。昨日も来てくれました、ありがとうございます。12位、モンさんありがとうございます。ケーキ食べ終わりましたか。そして11位、ひらっぴさんありがとうございます、すごいありがとうございます。続いて10位、さとちゃんさん、あ、ニワトリありがとうございます。そして9位、キムテツさんありがとうございます。そして8位、あ、ピーちゃんさんありがとうございます。そして7位、コージ山本さんありがとうございます、嬉しい、いつもありがとうございます。そして6位、青木編集長さん、え、
これは青木さんは青木さんありがとうございます。青木さんありがとうございます。まあ、そして次5位、ファイヤーさん、ファイヤーさん、ファイヤー03さんありがとうございます。嬉しい。これで4位、ナーラブさん、ナーラブさん、ラブありがとうございます。そして3位、テラさん、テラさんありがとうございます。そして2位、ナッチさん、ナッチさんありがとうございます。嬉しい。そして1位、ミヤーンさんありがとうございます。ああ待って、アオキーさん、アオキーさんありがとうございます。朝からお配信お疲れ様。アオキーさん改めまして、こんにちは、山口ゆいです。そうですね、また何かの機会にねお会いできたら嬉しいです。ぜひまたよろしくお願いします。またぜひ山口14歳お願いします。お願いします。本当にお願いします。本当に嬉しい。この前も来てくださいましたよね。嬉しいです。ちょっと改めてちょっとあ、ランキングですか。あ、そうだ、変わっちゃったのか、ごめんなさい。7位、ゆいちさん、ゆいちさんありがとうございます。ごめんなさい、変わっちゃったのかな。ゆいちさんありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございます。よし、ちょっとね、アオキーさんも来てくださったので今日は頑張りましょう。はい、さっきの寝落ちダンスどうなんだろうそう、今日はねバズリズムライブ、皆さんちょっとあの、はい、よろしくお願いします。皆さんもう本当にやばい、急に緊張してきた、急にやばい、バズリズムはやばい、緊張するよ、やばい。しかも結構ねすごい方々も来るので、ちょっと皆さんにゆいのことを知っていただけるように頑張りたいと思います。皆さんにたくさん知ってもらいたいです。ファンを増やしましょう。じゃあ皆さん、朝早くから本当にありがとうございました。そう、横浜アリーナに今日立つんですよ。なんとやばいですね、緊張しますけど頑張りたいと思います。はい、じゃあ皆さん、今日は朝早くからありがとうございました。ぜひ皆さん、サラダでデリシャスサラダもよろしくお願いします。皆さんおやすみなさい。でも今日はちょっとバズリズム頑張ります。